皆さん、こんにちは。チアーズスタイル TV ご視聴ありがとうございます。チアーズスタイル TV 今日も始めていきたいと思うんですが、今日のゲストは、三角珠代法律事務所の三角珠代先生です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。福岡はなかなか雨が降らず。そうですね。先週ちょっと降りましたけどね、何日かがまた収まりました。蒸し暑い日々が続いております。ねえ、ですね。だけど、なんかこう、ね、大雨もね、困るからですね。なんかもう、ぼちぼち。ぼちぼち降って、水がね、減らない、必要な分ね。必要な分、なんかきちんとね、あるとありがたいですね。降って、こう、川が氾濫しない程度に。確かにね、もうここ数年ずっとそれだもんね、川の氾濫だもんね、全国的に。そうそう、それが怖いですよね。短期集中豪雨でね。それが今のところ、まあ、ないのありがたいね。そうそう、怖いですもんね。そうなんです。ということで、お届けしていきたいと思うんですが、チアーズスタイル TV は、女性のための女性による女性のお悩み解決を、テーマとして、はい、いろんな、お悩みをですね、解決したり、一緒に愚痴を聞いたり、まあ、共感していこうっていうような、番組として、放送しているんですが、はい、いろんな方から、ご相談とかリクエストとかいただいております。で、今回いただいた、相談内容っていうのが、起業をしたいということなんです。うん、で、起業したいけど、何から始めていいか、どのようにしたらいいか、わかりませんっていうことで、いただいたんですね。うん、で、起業って言っても、うん、その、ゼロから個人事業主になるっていう段階と、うん、まあ、個人事業主から、今度、法人化するっていう段階と、うん、まあ、いろいろこう出てくると思うんですけども、うん、その、先生も、起業というか、独立をされて、もう20年、近くなりますよね。うんうん、そうですね。独立したのが17年。独立して、弁護士20年だ。うん、独立して17年。17年。弁護士のその業界も、はい、やっぱりその独立っていうところが一応こう皆さんが持っている目標になるんですか？まあ今は、まあ昔はそうだったですよね。昔は居候弁護士って言ってね、うん、給料もらって、ね、まあそう雇ってもらって、給料もらいながら勉強して、うん、そして独立していくっていう流れが多かったですけど、うん、今はどうなんですか？時代の流れとともに、うん、まあ本当に共同経営っていうかね、うん、まあそれも独立って。合同法律事務所とかも、ね、そうですね。多いと思いますね。うんなんか美容師さんとかも、うん、その、一人前になったら、独立することが皆さんの夢というか、うんうん、まあそういう。自分のお店持つことでね。はい、お店を持つっていうことを、うん、まあ業界によっても、本当に違うのかな、というふうに思うんですよね。うんうん、まあ確かにね。まあでも、企業は楽しい。まあ私も32で事務所、まあ3年間お世話になった事務所を卒業させていただいて、退社して、事務所を作って、それはやっぱり企業って何が大変って、やっぱりまず売り上げ上げることですよね。そうですね。うん。そして今度は税金の支払いとか、うん、ていうか、その前に、あれだね、人、労務管理だね。うんうん、どういう人を雇って、どれぐらいの給料にして、とか、在庫管理とか、そういうのが、あるんだけれども、やっぱり企業の面白さっていうのは何ですか、愛子さん。企業の楽しさっていうのは、はい、やっぱり自分が思ったビジョンを実現するのが自分の意思決定でできるっていうことが大きいね。そうですね。うん、やっぱりその意思決定が自由っていうことは、その裏返しには責任っていうことも、うんうん、まあ、ついてくるっていうところは、そう。やっぱりそのみんなが躊躇する一つの、ポイントなのかなと思うんですね。うん、やっぱり、ハイリスクはハイリターンであるっていうことで、うん、安心とかを取ると不自由になるんですよね。うん、安定とか。そうだね。だけど、まあ、やっぱりそういう安定とか不安定を、不安定であれば自由だったり、うん、そういうふうな、こう、今の、こう、社会構造の、うん、まあ、お仕事、うん、内容ってそんな感じなのかなっていうふうに、うん見えますよね。まあ確かにね。うん、だから、そうね。まあ、ね、起業すると、まあ、そうね。ただ今コロナ禍で会社自体も厳しいから、どこが安定かもよくわからなくて、ね、やっぱり、なんか、そういう中で逆に今をチャンスとして、
自分で起業しようかなっていう方も多いかもしれませんね。はい、なんかもう、こう、例えばアルバイトでずっとこう、非正規雇用というかね、はい、それで雇われ続けて安い給料で、それなりの技術があるのに、うん、だったらもう自分で狭い店でも持って、例えばね、料理とか、お菓子とかですね、そういうのを作るっていう方も、福岡は割と多いんじゃないかなと思いますけどね。まあ、いわゆる、こう、地域コミュニティを、ベースにした、まあ、子供相手、ね、高齢者の相手、ママの相手とか、いろんな お困りごとの解決っていうのが、結局はその仕事につながるというふうに、私は思っているので、その何か悩み事があればですね、そこをこう解決することから、まあ、直接そのお仕事にならなくても、まあ、町の電気屋さんとか、その、まあ、そうだよね、酒屋さんとかもそうだと思うんですよ。そうそうそう。やっぱり今、こう、じゃあ、家電量販店があります、まあ、大型ショッピングセンターがありますっていうところだったり、通販サイト、ポイントがあって、送料無料ですとか、その大手には、やっぱりその中小企業とか、その個人っていうのは絶対勝てないんですよね。だけど、やっぱりそこの、小回りが効くってやつね。小回りとか、まあちょっとその方寄り添える。寄り添える。心を持って。まさにそう。そういうことから、始めないと、その大きく成功したいから、その会社作りたいとかっていうのはですね、まあ往々にして続かないことがあるんじゃないかなって思います。まあ本当に3年以内に倒産し、ね、設立から、会社の設立から3年以内に倒産してる企業もかなり多いですよね。まあでも会社というのを設立するときには、そのもう10年、15年前ぐらいかな、一円企業っていうのが、ちょっとこう流行り、まあ、話題になりましたよね。はい。で、福岡市も、そういう創業の特区かなんかなんですよね。うんうん、そうそう。だからその、まあ、どんどんみんな、いろんな事業を立ち上げていきましょう。もしくは会社と会社が、何か、アライアンス組んで、新しい会社を立ち上げましょうっていうことは、すごく追い風だなと思うんですけども、その、会社を立ち上げるときにも、もちろん、法務局行ったり、登記してお金がいりますよね、まあね、設立費用が何十万かいりますよね、お金がまずいると、で、会社を畳む時もお金いるんですよね、生産するからですね、生産登記とか費用がいりますよね。だからやっぱりそれだけの、リスクっていうものがあるっていうことは、まあ、知っておきたいなっていうところだなと思いますね。そうですね、現実的ですけどね。いや現実的ですよね、かなり現実的なのが必要で、だからどうなんですかね、いきなり会社設立するより個人事業主でやっていく、まあ、個人事業主でされてるのかな、個人事業主でやる間に何人か雇って、そういうこう人件費とかの兼ね合いの中で会社にどれだけの利益が出るかっていうのをやってみないと分かんない。会社に、会社にした時の要するに税金、法人税とかね、それに対して個人事業主の時の税金とか、やっぱりその税理士に相談して、メリット、デメリットをその個人、商店のまま行くのか、会社を法人化するのかっていうのは大きな分岐点は、やっぱり私もいろんな人に聞きますけど、やっぱり税金の問題じゃないかなって。まあ、例えば支店を置くために法人化しなきゃいけないとか、そういうね、ものがある場合にはそうなんですけれども。ね、やっぱ取引上のいろんな条件があって、そうですね。法人格が必要ってことが。そう、枠組みとして必要だったら、もうそれはそれでスタートするしかないので、ある意味腹が決まる。そう、でも少ないですよね。その法人格じゃないと、いけないっていう条件って、まあ会社によると思うんですけど、最近はですね、結構そのいろんな入札とかあるじゃないですか、行政の。ああいうのも個人でも、法人格、ね、持ってなくてもいいっていう事例もあるみたいなので、まあ、あと本当信用の部分、なんか何をもって信用なのかっていうのも。まあ、株式会社ってついてたら信用になると思うところもあるんだったら、まあそうでしょうけどね。ですね。ただあれだよね、あれ、愛子さんは個人事業主の時代ってある、はい、ないです。あ、ですね、私はなんで、その、法人を作ったかっていうと、まあ、初めですね、そのチアーズっていうコミュニティは、サークルみたいに作ってやっていたんですが、その時は、まあ、サークルなので、個人事業主じゃなくて、サークルとして、
銀行口座を持って、そこに参加費お金入れたり、そこから、まあなんかコピー代とか、まあ本当にちっちゃな金額のやり取りが見える化してきたんですね。で、私自身が、まあ割と大勢の方の、こう、管理とかお世話をすることが多かったので、やっぱり私個人が、なんかお金をもらってるんじゃないかとか、誤解ね。そう、誤解を生んだりすることが私は一番嫌だったんですよ。わかる。なので、大事よね。そう、いや、なんかですね、でも結局自分が手出ししてるんですけど、それが見えないからね、人からが。本当にお金預かるっていうのはね。そう、お金をやっぱ預かるっていう責任を考えたときに、税理士さんに相談をして、で、まあ今簡単に、法人に、まあ、できるわよっていうことで、女性の、税理士の先生だったんですけども、まあ女性、私は女性を支援したいという、まだそういう、立場で、まあ今もね、変わらずやってますが、すごいですよ。いえいえ、やってますが、まあそれで法人格っていうのを、最低限の、まあその資本金っていうもので立ち上げたのが経緯なんです、なるほどね。お金の管理をまずしっかりするために、個人と、はい、個人のものとそうでないものをちゃんと区分けしたいっていうのがモチベーションだったんですね。そうなんです。まずは、そういうちゃんとみんなに見せられるようにしたいなっていうところが、始まりで、でも、一番初めに、法務局で登記します。で、資本金いくらですって。言った時にですね、そのお金があるか、自分の通帳をコピーしないといけないですよね。いけないですよね。中で初めてで、自分の通帳を、人にね、見せるという。そう。ちょっと恥ずかしいですよね。いや、恥ずかしいじゃないですか。かなり恥ずかしい。何に使ってるかとかね。そうそう、全部見える。丸見えですよね。なんで、ね、クレジットでいくら落ちてるとか、いくらね、お金を前、会社員だったので、会社からいくらもらってるとかも、まあそこはもちろんこう黒塗りにしますけど、コピーして人に渡すっていうのが、その時に、会社の社長っていうか代表とか、役員とかってなると、全部、もう、つまびらかにしなきゃいけない。っていうふうに、初めて思いました。ああ、これ見せないといけないんだと思って、なんか、なんですか、そこでしか信用を、得られない、そのお金が本当にあるかっていう、ところの、なんかちょっと衝撃だったんですよね。そうだよね。信用ね、銀行取引の信用もそうだよね。はい。いや、本当にそういう、もう本当、なんていうんですかね、あんまり、どんどん、それで代表とかになったりしてくると、あと、借り入れとかしていくと、徐々に麻痺はしてくるんですけども、もう出さなきゃいけないもの。そう、はいはいって感じで出しますけど。一緒ですね。一番初めは、もうね、一番初めは本当に、腹の中、もうね、全身見られるような感じですよね。そうですよ。もう裸を見られるような。それぐらいやっぱりお金のやりくりっていうのは、やっぱ人生の一つの大きなね、やっぱりプライバシーっていうか、なんとね、やっぱり。はい。とか、やっぱ会社員の時は、わからない、そういう、こう、会社員の時もらったお金どう使おうが、まあ、全くノーマークですよね。そうそう、自由だし、ね、なんならこう、いくつか口座持って振り分けて、ちゃんとね、運用してる方も、ね、賢い方いらっしゃると思うんですけど、まあ、私そういうのは、ほんとパッパラパーなので、もうワンパターンな感じの、生活をしててですね、そんなのも含めて、ちゃんとこれだけお金は、残しているのを、本当ね、少額だけど、これを資本金にしたいですっていうふうに言わないといけないっていうふうになった時に、通帳を本当人に見せるっていうことがちょっと第一歩目の衝撃だったなという感じでした。うん、で、まあ、それの中から、もちろん司法書士さんとかに、お支払いするお金もあり、で、税理士さんに、会計の、お願いすることをですね、もちろんお支払いすることもあり、名刺を作るとか、パソコンを買うとか、そういうものが、経費っていうふうにはなるんですけども、ただ、収入がなかったら結局手出しなんですよ、ね。そうです。赤字だった。だから結局全部自分の。自分のしかしね。そう、誰も出してくれないっていう感じ。
があるので、まあ、会社のお金は、本当すべて借り払い。借り払いよね。借り払いっていう感覚なんですね。こう、うん、やっぱ経営していると。そうなんですよね。うん、だからまあ、とりあえず5万円とか、こう、持っているけども、まあ、それ領収書に変わるものだったりしても、うん、結局は、その、ね、もう、帰ってこないかもしれないから、うんうん、借り払い、常に。もうね、本当にやりくりって、うん、だから結局その法人化したとしても実態が個人商店っていうかね、うん、そうですそうです、うん、はい、そうなんですが多いと思いますよ。そうでですね、うん、私もまあそうやって、うん、そのいろんな方に、私も大体ネジが何本もないのでなんかこう、いや、ないというか緩んでるというか、うん、なので、まあ、そういうネジを、うん、まあ、皆さんでこう補ってもらったり、うん、その締め直してもらったりしながらこうやっているんですけど、うんうん、私その経営の勉強会に、うん、まあ、何度かこう参加して思ったのが、うんうん、経営者っていう定義がですね、うんうん、個人事業主と経営者の定義ってね、大きく違うんだなってまず思ったんですよ、うん、個人事業主は自分がね、やりたいことを自分の能力、努力で、うん、ちゃんと解決していくっていうことで、うん、そのね、対価をもらうというのでいいんですけど、経営者になると今度は従業員の、うん、そうですよ。ね、うん、ねと今頃。やりくり管理。今頃。いや、従業員の、うん、まあ、物心両面の幸せまでを、責任を背負う。そう、責任を背負うっていう。その方の家族がいれば家族全員ですよ、うん。そう。そういう、覚悟がない人は経営者になる資格がないって言われたんですね。うん、で、なんかこう、私なんとなくこう、大きくなったって、こう成長したらっていう意味でですね、こう、徐々に、その境界線ってないのかなと思ってたんですよ。うん、なんこう、ふわふわっとしてるのかなって思ってたんですけど、もう大きくそこが、違うんだなって。うん、うん、思って、うん、まだ確かにね、勉強中。そうだよね。だから、本当その通りだよね。人を雇うということが一番の、中小企業経営者の永遠のテーマなんじゃないですか。やっぱり自分に合う人材じゃないと、ずっと事務所や会社ガタガタしますよね。うんうん、お客さんにもね、いろいろご迷惑かけしたりして。うんうん、まあ、そういう良き人材に出会うかっていうのが、はい、結構なね、はい、経営者としての。そう。で、それも、やっぱりさ、みんな変化するものなので、うん、興味関心とか、うん、その、いろんな事情っていうのは、こう、変動するものなんですよね、うん。で、経営者も変わる、うん、し、特にほら、コロコロ変わる、うん、どっちかというと。うん、だから、その、やっぱりそういう、こう、一本の軸がないと、うん、やっぱりみんな、こう、右往左往すると思うし、うんうん、まあ、そういうことまでを、こう、まあ、もっと先を見てですね、広く考えないと、こう、大きく、なんですかね、法人持って起業するっていうのは、まあ、それ相当の、気力もいるなというふうに思いますね。うん、個人で、やっぱりお仕事してても、責任っていうのが、自分が全部背負うから、うん、結構やっぱり、大変な部分あるじゃないですか。うん、やりがいもあるけど、うん、まあ、本当に今その個人事業主って言葉が出てますけど、要するに、なんていうか、社員扱いじゃなくて、自分で働いてる、うん、給料のもらい方が個人事業主扱いっていう人が多いですよね。うん、はい、それは経営者とは、いわゆる経営者ではないですよね。うんうん、給料のもらう体系が、例えば、が、請負いみたいな契約で、ほら、従業員じゃなくて、業務の請負いっていう形。はいはい、で、個人でそれをもらって、うん、まあ、確定申告を毎年やる。まあ、個人事業主で言えばそうなんですけど、はい、やっぱり、本当に愛子さんが今おっしゃったように、局面が変わるのって人を雇う瞬間だと思うんですよね。いや、でも、もともとですね、うん、私はこう、一人で何もできないので、うんうんうん、その身の回りのこととかも、うん、だから、もう、前提として一人でやるっていう選択肢は私はなかったんですよ。そもそもね。はい。なので、その個人事業主というようなスタートを私は切ったんじゃなくて、うんうん、本当にその変化器用にできないから、うんうん、もうそもそも誰か、うん、周りの、ね、スタッフとしてお願いできる方がいる前提だったんで、うんうんうん、法人を初っ端から作って、うんうん、まあ大きなそういう屋根の下で、うんうん、まあなんとかね、うん、やってるんですけども、うん、まあ、
まあ割と多いパターンは、やっぱ個人事業主として力をつけて、うん、ですね。うん、で、やっぱり税理士さんとの話し合いで分岐点ね、やっぱりもう法人化した方がっていうタイミングで法人化される方が多いですよね。うんうんうん、まあその税理士さんとかとお話するときに、まあ私も初期の頃そうだったんですけども、事業計画書を作りなさいというふうにやっぱり言われるんですね。うんうんうん、そうだよね。そこが多分大きな、うんうん、ハードル。そう、ハードルですよね。そうそうそう。やっぱりそこをどれだけ具体的に積み重ねて、本当に会社経営のイメージが出来上がるかっていうところが、やっぱり、うん、まあ銀行融資に関してもそうですよね。それがないとですね。うん、で、今日質問いただいた方からはですね、うん、事業計画書作ったことありますかっていうふうに一応私の方から伺ったら、事業計画書はインターネット調べたら出てきますか、うん、っていうふうに、お返事があったので、うん、まあ、ひな型フォーマットは、うん、インターネットでも探せるけども、うんうん、中身は、うん、自分である程度、その、埋めないと、うん、その、まあ、一人一人カスタマイズというかですね、うん、全く違うものだから、うんうん、その、代わりに誰かが書けるものではないと思いますっていうふうには答えたんですよね。うんうん、だけど、やっぱそこでみんなちょっとこう、踏みとどまるというか。うん、やっぱり、書けました、事業計画書。私ですね、うん、割と、うん、苦手そうに見えて、うん。いや、そこは得意そうと私は。数字だけは、ただですね、もう、妄想が。だからイマジネーションでしょ。だから想像、自分で想像する力があるです。それがね、うん、苦手で、現実的なことを書いちゃうから、ちっちゃくしか書かない。だって、一日、例えば新規。結構大きいことしてるけど、ね。そうそう、ですね。怖いんですよ、ね。いや、怖くて。ギャップがすごい。そう、例えば、今の、売り上げの、10倍とか言ってね、うんうん、こう言って、大口叩く人っていっぱいいるわけですよ。まあ、夢を。ああ、夢をね。夢とか。こうするんだってビジョンをね、大きく掲げる人はかっこいいと思うんですけど、ね、でもよくよく考えてって。いや私、こう逆算していくんですよ。うん、いや、これって、ちょっと、まあ、そこで気づくんですよ。一人じゃ無理だってことに。うんうんうん、そうそうそうなんだよね。それだけのものをあげるには、一人じゃ実現しない利益ってあるんだよね。そこで気づくんですけど、その書いてる途中は私、こう一人で考えてるから、私一人で、じゃあ、こんな会社と、こんな会社と、こんなサービスと、まあ、研修事業をやりたいとか、プロモーションやりたいとか、商品開発やりたいとか、いうのをこう書くわけですよね。1ヶ月に5件取りたい。例えば、うん。で、それが、まあその、うん、来ね、1年後には、うん、まあ、5×12で60件ですみたいなね、うん、こう、うん、計算を単純にしたとするじゃないですか。うん、でも、よく考えてんと思って。やっぱほら、1月とか休みが多かったり、なんかこう。まあね、時期によるものも逃げ、2月の件、2月と8月逃げる。だからそういうことも知らなかったから、ね、言うでしょ、うん、だから、やっぱりそういう、こう、世の中の、こう、まあみんなね、多分常識的に知ってる、こう、売り上げが下がりやすい、まあそういう業界によるけど、一般的に、その2月と8月が売り上げが下がりやすいことを、前もって計算するとかもわからなくて、ただただ、足し算とか掛け算とかで固定費がいくらずっとかかる。で、そのお仕事に応じて変動費がかかるっていうのはこうなんとなくこう描けるんですけど、うん、すごくこう非現実的なことが書けなくて、うん、で、うん、まあ極端な話、ちょっと言い方悪いけど、うん、嘘でもいいから大きく書きなさいって言われるわけですね。うん、まあ融資とかのためにね。大きく可能性をね、書いていいんですよって、自由に書いていいと言われても、なんかね、考えてしまうんです。あ、まあでも、考えないのはおかしいから考えるべきだと思いますけどね。今日のご相談の方っていうのはやっぱり具体的にこう、仕事の、分野が広がるんですかね。今までやってない分野にも、うん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 、始めるってことなんですかね。そうです。お仕事が、まあ、今、個人事業主で、うん、されていることが、うん、やっぱり、こう、依頼される内容だったり、企業さんとかが、増えてきて、その、まあ、一人でちょっと抱えられないっていうことも出てきたということなんですね。なるほど。なので、おそらく、まあ、雇うか、そういう、
あの、アライアンスを組むような形で行くのか、うんうん、なるほど。まあ、そういうことも見越して、うん、その、法人化をですね、うん、あの、したいっていうことみたいですね。うん、いいことですよね、うん、でもね。大きくだから今、事業計画の話で思ったんですけど、やっぱりそれ、ある程度具体性が出てきているのであれば、あの、その延長線上を描けると思うんですけど、ね。はい。そうですね。うん。うんうん。だからやっぱり、うん、まあなんか夏休みの宿題もそうですけど、うん、その計画をまずその立てると、うん。で、計画通りいかないわけですよね。その通りなんですよ。だからですね、私計画通りいかないと、結構ね、ショック受けるんですよ。すごい真面目な部分が。いや、なんかこう。計画好き。計画好きなんですね。計画は好き。で、妄想も好き。妄想も好き。でも、いろんな多面的なんですね、愛子さんは。でも、そこに、自分が近づけないと自信をなくすったり。ああ、まあそれは誰でもそうかもしれませんけど。うん、いや、なんか。エムさんは直面しやすいですよね。直面っていうか、直にその結果を受け止めやすいですよね、人より。そう、だから、なんか、そもそもの。それがモチベーションになってるんだけど。だから、甘いっちゃ甘いんですけど。甘くないですよ。自分の。よくやってると。ありがとうございます。あの、自分の超えられることしか書かない。まあでもそうなんじゃないんですか、やっぱりそう事業計画書って言っても、本当に子供向けなことを書いても、はい、まあ倒産するだけですよ、ね。まあそうでしょ、いやなんか。やっぱその今のやってる延長線がこれぐらいいきそうっていう目標はいいけど、はい、そのこういう根底の根拠がなくてパンってこういうのはありえないですよね。そうですね。積み重ねた信用ってあるじゃないですか。はい、そうするとこれだけは硬いっていう部分はありますよね。はい、そうですね。まあ、根拠ですね、うん。根拠があれば書けるけど、うん、ないと突然その生み出すっていうのは怖いよね。そうですね。だからこれが爆発的にヒットしてるみたいな、うん、あの、そうなればもちろんね、うん、いいし、そうなるために、あの、いろんな企業さんはね、努力を続けて、あの、日々、その成長するためにですね、あの、一人一人が取り組んでると思うんですけど、うんうん、やっぱりこう、現実を、うん、やっぱね、その、決算とかなると現実を見ないといけなくなるし、うん、やっぱ、そういうことも、あの、起業するとあるんですよね。まあ、それが、その、いわゆる評価にもなるので、うん、一喜一憂しながらですね。なんか最近は、うん、なんていうんですかね、こう、計画通り行かない、うん、みんな、うん、行かないと思って、うん、またやり直す、うん。で、もう何度も何度もやり直す。うんうんっていうのが普通なんだなーっていうのがやっと分かってきましたけど。そうだよね。みんななんかこ う, そ う, そう、もううまくいってるもんだっていうふうにやっぱ思うから、ね、見えるんですよ。見える人はよく見えますよ、ね。人がよく見えるんですよ。でも、そうだなって。あ、なんかね、それにこう、比べたらダメなんですけど、あ、ほんと私とか、まあ、あれやったり、これやったり、なんか、なんでこんなことするのかなとかね、うん、こう、何やってんだろうとかね。やっぱもっとスマートな道はないのかとかね。うん、思いますけど、ないんですよ。悟されてます。いや、じゃないかな。私もないですね。事務所始めて17年になりますけどね。先生の、こう、うん、まあ、業務っていうのは、こう、国家資格で、そう、その、割とね、ほとんど自分でやらなきゃいけないことが多いんですね。はい、だから、その事務局のね、分散した電話の、電話、経理、はい。あと、まあ、裁判所の、とか、各省庁、各ところへの、あの書類を持って行ったりとか、そういうことになっちゃうんですかね。やっぱり結局、まあ、その、アシスタントというか。かなりアシスタントですよね。だから、なかなかその多くの給料を支払うだけの仕事を分けれないっていうところがあって、そこはすごい悩ましい。私が起業して、その、まあ、独立して、やっぱりお互い豊かな暮らしっていうのを、はい、やっぱある程度ですよ。うんうんうん、やっぱ必要じゃないですか、はい。で、それに応じた給料を払おうとすると、それなりの仕事をお願いしないといけないですよね、はい。やっぱりそこのところが、やっぱりバランスが悪いですね。あの、この仕事自体がやっぱり弁護士がほとんどやる仕事。やっぱ裁判所は代理はダメでしょ。交渉も代理はダメでしょ。だから、ね、うん、文章だって自分で作るし、当然ね。だから、まあ、ある、うん、形式でところをある程度事務員さんがやるっていうところもあるみたいですけど、まあね、うん、ベースがあるから、それを、はい、まあ、名前打ち込んだりっていう程度だと思うんだけど。だからなんかそういう、こう、
人を、こう、支えるお仕事とかを、が得意な人もやっぱいらっしゃるじゃないですか。うんうん、いわゆるタレントさんとかでも、タレントさんの代わりってやっぱいなくて、うんうん、その代わり営業を取ってくる、うん、まあ、そういうマネージャーとか、ですよね、日程調整とか、お金の交渉をする、そのアーティストとかになればなるほど、やっぱお金の管理とか、まあ、先生方はですね、ある程度その相場っていうのが、もうきちんとあると思うんですけど、ないような業界だったら、また苦労もありますよね。うん。うん、まあ、なんだけど、だからね、で、本当に営業なんてこれまた難しいと思わない。あのね、営業ができる従業員って、もう宝よね。で、それが難しいと思うね。もうはっきり言うと。何をもって営業なんだろうと思うんですよね。うん、やっぱ仕事取ってこれる人が営業マンなんだけど、しかし、法律事務所でどういうふうに仕事を取ってくるの ?20 年経ってるけど答えが全く出ませんね。ただ、出てるのは、もう、知り合ったことです。はい、愛子さんと。で、私、もう、どうしたらいいかなってんで、まあ、私という人となりを見てもらうのが一番ということで、はい、ね、まあ、これが、実は、プロモーション活動なんですよね、うん。天然の営業っていうね、感じで。いや、もうドストライク、ド直球でありがとうございますということで。だから割と私の考えは全部外注ですね、ほとんど。うんうん、プロにってことですか、ね、プロ、もちろん全部、うん、全部プロ。だからやっぱりその、うん、即戦力っていう部分だったり、うん、その時間短く結果を出すっていうふうな、うん、ことを、やっぱまあ、私たちもまあできるだけ時間かけずに、うんうん、やるっていうふうに思ったら、うん、やっぱそれが一番本当はいいんですよね。多分、悩まなくて済むんですよね。うん、税理士も、ずっと長く付き合わせていただいている税理士さんも、支えてくださってますし、はい、本当に、だから、なんていうのかな、何でも自分で雇うという、雇ってみて、その人の能力を測るより、専門分野は専門業者に委託するっていう点もありますよね。なんかやっぱり私は、うん、まあ、女性の、その、まあ、雇用とか、女性の感性とかを、うん、その、活かして、うん、で、私もこう、大学卒業して、うん、の企業に入社してですね、うん、その、全く、私、こう、こういう映像制作っていう番組の取材とか、そういうことを、こう、本当に、ゼロからやって、お給料もらってたので、育ててもらったなって思うんですね。うん、だからこう、何にもわからなくて、そこにただ所属しただけで、会社って給料払わなくといけなくて、うん、私、息子が今、うん、新人、うん、ね、新社会人で、ね、まあ、電話がやっと取れるようになったって言ってましたけど、うん、やっぱりもう、そこにいるだけで、やっぱ、ね、お給料って発生するっていうルールなので、はい、じゃあ、そこに、うん、ちゃんとその分見返りを会社に、うん、まあ、もしくは上司をみんなを楽にするように自分が力つけようって思える人材じゃないと、うん、ただの本当荷物になってしまうし、うん、本人も幸せじゃないと思うしですね、うん。だから、まあ、そういうこう、私はこう、人を育てる余裕をね、持てるようなこう会社っていう船になったらいいなと思ってるんですけど、うん、なかなかこう、時間がかかりますもんね。うん、かかるね。だから、本当に、うん、私もね、本当に思ってたのは、もうたくさんの人を雇用してみんなの暮らしを豊かにしたいと思ってたんですけど、はい、思ってるんですけどね、今も別に諦めてるわけじゃなくて、はい、ただそう簡単ではない、やっぱりですね、売り上げ上げて、払うべきものは払って、税金もちゃんと払ってってやっていくと、それがどこまでの人を雇う仕事ができるかっていうのは、うん、やっぱり業種にもよると思うんですね。はい、だから、まあ、法律事務所でもね、大きく、うん、弁護士、それからソシエト、抱えたすごい事務所もたくさんあって、まあ、そういうやりくりをされてるのはすごいなと思いますけれどもね。大きなその法律事務所とかも、うん、ね、知り合いもいますけど、うんうんうん、あそこに所属している弁護士さんっていうのは、基本は独立財産なんですか？事務所のタイプ、本当、大きな事務所で、うん、はい、いや、独立財産じゃない事務所もあります。給料で。あ、そうなんですか。うん、
で、ある程度したら、こう、経営者の仲間入りになっていくって言って、報酬体系、経費を納めていく形に、その代わり収入が自分でもらえるとか、まあ、そういう、その代わりその事務所の、共同経営ですね。うん、そうですね。うん、出資していくっていう、事務所の必要な経費をそれぞれが払っていくっていう体制になっていく事務所もあればですね、所長がずっと雇ったままっていう、事務所形態もありますよね。ただそれは何かっていうと、大きな企業の顧問があってのことなんですよね。だからそのあたりのことが、そういう話です。だから、固定収入っていう部分が、弁護士にとって固定収入って言ったらもう顧問料になるんですよね。まあ、税理士さんもそうだと思うんですけどね。そうですね。だからそこの部分がどれほどの縁と、やっぱ実力とで、そういう顧問契約までなるのか。あるいはです、やっぱりそういうふうに大きくなっていくもんだなっていうのをね、私は自分で独立して気づいたんですね。弁護士になって3年間っていうのは、やっぱり事件の処理、やっぱ裁判での戦い方、交渉の仕方っていうのを、本当にね、司法試験で勉強しただけでは全くわかんないから、ボスに叱られながら叱っていただきながらですね、本当に育てていただいたと思いますね。すべてができるようになったわけじゃないけれども、本当にわずか3年の間にたくさんの事件を任せていただいて、すごいプレッシャーでしたよ。プレッシャーだったけれども、やっぱり、ほら、なんか、ね、やっぱ台所にある意味突き落としてくれたんだって、這い上がるのね、子供をね、で、それは本当に感謝してます。だから3年で独立する勇気っていうか、はい、やってみようと思えたんです。もともと独立したかったんで、だけど、いざ事務所を そこのところが経営のことを3年間考えてなかったんで、はい、独立して初めて、あ、売り上げって、固定の売り上げっていうのを考えるようになったんですよね。はいはい、ってなったら顧問だと思ったけれども、しかし、私が、そうですね、一応企業も顧問会社もありますけれども、なかなかそっちの方にこう、自分の希望っていうか、仕事のメインが向いていかないところもあって、はい、まあ、ここに。町弁っていうイメージを言ってしまえば。はい。一人、まあ、そういう人がたまたま会社の社長だったのか、会社の企業の方になるわけですけど、要するに一人一人の、今抱えてる悩みに寄り添っていくっていうやり方をしていると、なかなか大手の顧問っていう話にはなりにくい環境にいます。そうですね。やっぱり、まあ、顧問契約とかっていうふうになると、まあ、いつ何があって、あったら、こう、つけるとか、うん、そういう相談を常に受けるとかいうふうになるから、まあ、マンバー的にも。そうなんですよ。必要なんですね。そうです、そうです。こう、ちょっと守備範囲がね。守備範囲が。やっぱりこう、また種類、個人の対応と、法人の対応って違ってくるしですね。だから、まあ、そういう形態で何を選ぶかっていうのを考えながら今もされてるってことなんですね。その通りなんですよ。だから、まあ、いつかそういうふうになっていったらいいなと思いながらですね。まあ、今、目の前のことに全力を尽くしてるっていうのが。そう。目の前に全力を尽くすからこそ、なんか、あ、これしたいけど手が出せないみたいな。でも、やっぱり信用って楽して得られないから、はい、やっぱり目の前の一つ一つの仕事を全力でやることが、中小企業、特に個人の、ほとんどが日本は中小、大手なんていうのはほとんどありませんから。中小企業のね、社員にとっても、所長にとっても、やっぱり信用、本当に個人の信用ですよね。ブランド力じゃなくて。そうですね。個人の信用なんで、やっぱり一個一個の仕事を一生懸命やるしかないですね。なんかこう、よく会社対会社のお付き合いとか、そういう話が、出ますけど、B2B って言われるビジネスとビジネスって言われるけど、でも会社にも、やっぱりその担当者っていうのがいて、そうです。やっぱり結局は人の人なんですよね。そう。結局、だからその人の巡り合わせですよね。だから本当にその一人一人が、まあね、大企業であろうと、その中小企業であろうと、まあ個人であろうと、アルバイトであろうと、一人一人がきちんと役割を果たして、相手に寄り添ったりしていけば、ちっちゃなことの積み重ねが、まあ、ご紹介があったりですね、いい、
仲間になったりしてくるのが、まあ、一般的だなっていうふうに私も体験してるんですけど、うん、なんかこう、B2B だったら、あ、もう大手と大手しか無理だなとか、うん、で、思うけど、やっぱり、なんだかんだ言っても最小単位というか、うん、スタートの単位はやっぱ人だから、うん、ね、相手を大切に、うん、目の前の相手を大切にするっていうことも、うん、やっぱ忘れたらいけないことですね。一番大事ですけどね。うん、まあしかし本当に企業ってやっぱりでもやりがいがありますよ。常にお金の資金繰りとか、やっぱり仕事でミスとか失敗とか出てきますよね。人間なんで。はい。その時のやっぱ最後までやっぱり信用を取り戻す努力とかね。やっぱりお金をなんとか、さらに働いて、働くしかないじゃないですか。うん、かき集める努力とか。うん、中小企業ってそういう努力の積み重ねなんですよ、実態は。うん、で、そこを履き違えて、うん、まさに法人ができたと、給料は当たり前のように入ってくる。売り上げがないのに、自分がサラリーマンの時のイメージでやってると、あっという間に最初に借りたお金使ってしまって、うん、最初はしょうがないですよ、収入がないのは。うん、やっぱり浸透する前に自分が売る商品やサービス。先に、在庫とかだったり、うん、何か投資はいりますよね。いりますよね。だから、ただそれが半年経っても芽が出ないというのはおかしい状況ってもう知らなきゃいけなくて、うん、だってそれだからそこでお金使ってても、そこから収入が入る予定だから、借りてる。そうですね。なんで、やっぱそこのところ、うん、まあ完璧じゃなくてもある程度のビジョンがいるということで、まあそのあたりのイマジネーションがなくて、やっぱりサラリーマン、給料ってもらえるもんなんだ。毎月これぐらいは入るもんなんだと思って会社起業すると、間違いが起こるのが、やっぱり倒産しがちなことなんだろうと思うんですね。うん、はい、うん。だって自分で売り上げ上げてきて、そこから経費下がって残ったのが自営業の収入であって、毎月いくらって目標立ててでも。うん、いや、だからそのよく、例えであるのが、寮とかの寮母さんが、お米をいっぱい炊きました。炊飯器に。で、まあ、いる人が、2杯食べる人もいる。ね、その、ね、3杯食べる人もいるかもしれない。で、残ったのが、結局その、お母さんが食べるみたいな感じで、残らないかもしれないんですよね。っていう覚悟で、その、独立した方がいいっていうふうにはこう、イメージとして言われたんですよね。余ったら、まあ、だからって、じゃあ、やっぱり余ったら、おにぎりにして冷凍しとくわけですよ。結局は。そこで全部自分がね、お腹いっぱいになるまで食べるってことはほとんど、いらっしゃらないと思うんですけど。だからそれをやる会社が詰める。そういうことですよね。そう、うん、それをちょっと勘違いして。自分はこれだけのものをもらうんだってよくわかんない発想なんだけど、ありがちみたいですよね。自分がそれなりの大手で給料をしっかりもらってて、いざその自信をもとに独立しました。そうね。それと、まあ、待遇を変えずにね、うんうん、やるっていうことが通用しない。しないと思います。こともあるからですね。それだけの、うん、もう、約束、毎月これだけ入ります。約束あっての独立なら、はい、同じこれだけの給料が見たい。はい、こういう従業員でこれしてってわかるけど、はい、うん、それないですよね。うん、だからまあ、そういう、こう、前提で、独立される方って結構いらっしゃると思うんですね。うん、お客様を、と一緒に独立。うんっていうのも。でもですね、やっぱこのような世の中なので、いつどうなるかは、やっぱわからないんですよね。うん、だからそのお客様の業績が上がるかもしれないけど、下がるかもしれない。っていうのも私もいろんな人見てきて、なんか、いいな、羨ましいなとか、思ったこともあったんですね。だけど、安定していいなとか。だけど、やっぱね、必ずみんな変化ってあるので、やっぱそういう、こう、ね、その場しのぎは、やっぱなんかこう、気づかないなっていうふうに思いますよね。やっぱり、このコロナ禍ですごい時間があったのは、やっぱり家族で経営してる感じの企業って、耐えられると思うんですよね。生活は、ね。生活なんとかギリギリ。あるいは少人数の経営はなんとか耐えられるだけの売り上げが確保できると思うんです、うん。だけど、大きくしてしまってるところはやっぱきついと思う。そうですよね。うん。やっぱりだって経費が毎月出ていく経費が
大きいってことですよ、うん、大手は。たくさんの人を雇っている会社っていうのは多くて、うん、ということはそれだけの収入が予定されなければいけないんですよね。確かにね、もちろん人件費もそうだけど、うん、それだけの広いあの事務所、あ、家賃とかですね。経費ですもんね。だからコロナ前までにそれなりの資本というか、お金が貯まっている会社や個人事業主だったら、それを補填していってると思うんですけど、だからもうそれがもともとなくてギリギリのところでやってた個人事業主や企業さんがやっぱ厳しいね、厳しかったですよね、今回。去年からコロナ禍で。今ね、いろいろやりくりでまた再起を果たされている企業がたくさんいらっしゃいますけど、ね。あの、先日、そのコロナの貸し付けの相談を、ちょっと金融機関にしたんですけど、その時の事業計画は、まあ、そんな細かく立てなくてもよかったんだけど、大体3ヶ月分ぐらいって言われた、売上の。たった3ヶ月でしか借りれんとと思って。だからやっぱり3ヶ月で、その巻き返す。巻き返すようにっていうイメージだよね。だから半年とかは、猶予がなくて、もう本当とりあえずね、ね、その3ヶ月っていうのが、あの、一つの、こう、まあ、参考ラインですって言われたから、結構3ヶ月なんだと思って。結構あの、コロナの援助っていう割には貸し渋るっていうか、そうですね、厳しいものがある。そうですね。あの、一番初めの、その、去年の3月、4月、ぐらいは結構その貸し付けが大きかったと思いますよね。大きかったし、なんかあんまり、あのね、検査とか、ああいうのも、審査もなく、っていうふうに噂は聞いてたんですけど、その2回目とかがかなり厳しいみたいな、ね。そう。だから借りにくくなってるんだよね。返した分だけ借りれるとかね。あ、そうですね、うん。やっぱりその、まあ結局ね、いつまでも借金だけが増えても、まあ銀行が困りますよね。ただ、無駄です。お金をね、あの、あれしてるわけじゃない。リスクが、ね。利息をね。なんかいい人じゃないですか。利息を国がね、誰が参加してるとかね。市区町村がやってるってこと、利息を払ってあげてるとかいう感じですからね。そうですね。だからやっぱりまあ、その、何でもそうやってスタートするときに、まあそういう計画を立てるときの、一番まあ、オーソドックスなのが事業計画書っていうものを立てて、まあ、周りの方に見てもらったりすると、やっぱりあの、誰か、いい整理士さんに、まず出会うことが、もう、事業主としては絶対じゃないかな。やっぱりこう、税金対、まあ、税金対策ってありますよね。はい。そういうの知らない、ね。そうですね。何でもしてるわけじゃないんですけど、どういったものが経費になり、どういったものが経費じゃないかっていうのも、わからないからですね、はい。やっぱり聞かないと、税理士さんに出会うことが一番大事なポイントだと思いますね。ね、弁護士というよりは。まずは税理士。そうですね。で、まあその、お金の面が、やっぱり皆さん一番こうね、ちょっと一つの疑問にもなると思うので。そうですね、大きな。まあそういうものをきちんと作って、税理士さんに見ていただいて、その、個人事業主から法人化するべきかどうかっていう判断をしていくと。うん、そうですね。で本当にあの、思い切ってワンってやるのもいいと思いますよね。うん、だってやっぱりその人が持ってる腹、その方が持ってらっしゃるとか、そういう発想とか、わかんないですからね、一言で。言ってし、ね、わからずに言ってしまえば今日のような話になりますけど、まあでもね、いきなり企業もいいんじゃないかなと思いますしね。で、あとは、私がやっぱり素人で始めた経験で思うのが、あの、一つ一つのやっぱり契約をですね。うん、あ、そうそう。きちっとね。そうです。そこ。あの、あ、それはね、弁護士は。そう、それはね。ここも弱いんです。弱い弱い。それはね、ほんとそうだ、その通りだ。最初に確かに、バーってやるとき、いろんな業者が声かけてくるんですよね。で、口約束っていうのがね、もう後で絶対してくれない。美味しい話、後回しの話は。言ったじゃん。言ってません。言ってませんって言わない。ね、そんなのばっかりです。だからやっぱりそういうね、お金のことを、そうまあ、地面というか、あの、しっかりすることと、同時に、たくさんいろんな案件があったときに、契約内容ね、あの、契約をするかという契約書をですね、まあ、作成するとか、チェックするっていうことも、あの、それはもう、ね、法律のプロに、なんかその、こんな契約書とか出すと、あの、疑ってるみたいで悪いのかな、なんてね、こう、流される方も、やっぱ中にいらっしゃるんですが。いやいや、後で揉めますからね。だからお互いのためなんで。だからそれは、あの、初めにきちんと、あの、何か着手して、お仕事をお手伝いすると
してもらうとかいうことになれば、やっぱり弁護士さんを頼るっていうことで、まあ、プロに、それぞれのプロに相談しながら、まあ、私はこう、なんていうんですかね、こう、本当理想と現実の、こう、本当そのね、塩梅が、夢を持つことも大事だけども、そうやってお金を、湯水に使うとかはできないわけなので、その感覚っていうのも、やっぱちょっとこう養わないといけないなっていうふうには感じてますね。まあね。個人的には。私もね、一緒です。だから、本当物欲とかが私あんまりないから、助かったなと思ってるんです。だけど、物欲がある人は、それがモチベーションなので。そうなんですよ。大事だと思いますもんね。まあ、やっぱりその人の、何を大切にするか、ね。それと、本当その通りだと。だから、いろんな、多種多様だと思います。いろんな企業とか、持って行き方とか、やっぱり望む、なんていうか、目標値とか、だからぜひね、そうやって企業を思い立ったことは素晴らしいことなので、はい、一歩ずつ積み重ねていかれたらいい。そうですね、お声がかかってるってことは、素晴らしい。本当素晴らしいことなので、まあ、それを、こう、プラスに感じていけるように、はいね、ぜひ応援します。はい。また、まあ、ちょっと起業してみての、また悩みとか具体的なことがちょっとあれば、はい、また私たちにお悩み相談いただければと思います。はい。ということで、今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。まあ、女性だけに限らずですね、これからその男性、もしくは学生の方も、起業とか、やっぱりその第一歩踏み出すっていうことも出てくると思うので、まあ、企業、法人を作るとか、個人事業主とで申請するっていう時には、いろんなこう、資料の先生たちがたくさんいらっしゃって、はい、で、まあ、弁護士の先生は、まあ、契約書関係とかがですね、うん、一つの担当分野になるかなというふうに。そうですね。まあ、本当に多くは司法書士さんが定款とかされてる、定款作成及び、設立登記。登記をね、登記ってあまり弁護士、私先生はやってないので、やっぱりそのあたりは司法書士さんにも。書士っていう、肩書きのお仕事とか、行政書士とかも、うん、やっぱ普段はですね、やっぱあんまりわからないんですよね。じゃあ次回。うん。ああ、言う。やっぱり、弁護士とか税理士はなんかパッとイメージがつくけど、やっぱりそういう資料のいろんな、ね、こう、アラカルトが、なんかこう、どういう時にどういう方を頼ったらいいかとか、いうのも、まあ実際に、生活上でもですね、知っておくと、いいこともあるかもしれないので、そのあたりも今度教えていただければと。はい、わかりました、はい。思います。ありがとうございます。ご質問もリクエストもお待ちしていますので、ぜひお問い合わせください。今日もありがとうございました。ありがとうございました。午後も素敵な一日をお過ごしください。ハブはナイスデイ。失礼します。失礼します。